下の方がスカスカじゃないのがいいです。すごく撮ったのに。あ、いいこと言ってくれましたね。そうそうなんです、ね。昔、美容室で拭いてくださいって言ったら下スカスカだったんですよ。ああ、それ、もっと言って。でもなんか、本当にスカスカだったんですよ、下だけ。そう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 。そう、皆さんこれかなり拭いたんですよ、実は。で、今彼女も言ってたんですけど、削ぐとこの A ライン崩れちゃって、下が薄、相当量取ったんですけど、あの3人分ぐらい取りましたんで、ここら辺を、まあ、普通にこう取っていくとしたら、あの、まあ、レザーでもセーリングでもいいんですけど、取っていくとしたら下の量減っていくじゃないですか。でここがボワってなっていくんですよね。そうすると伸びてきた時になんか A ラインじゃなくてなんか結構この辺がボワってなって下細いみたいな感じになってるんですけど、今回はあのテイクセーリングっていうのをあのちょっと今お見せできないんですけど、テイクセーリングっていう技をちょっと使いまして、で、それを、やって、今の A ライン、これ崩れてないよね。ね、こういう感じに一応できましたね。はい。はい、今カラーが、このような感じで今入ってます。はい。で、一番怖いのはこのままトナー入れていくんですけど、この黒い地毛のところをあんまりリフトしちゃうと逆にそこが赤くなっちゃったりとかする可能性があるんですよね。で、地毛に色を合わせるとしたら結構地毛を寒色にしようとするとかなり補色を強く入れて、そしたら今度メッシュのところが変な色になって青にな緑になっちゃったりとかする可能性があるので、ちょっとそこはあんまりパワーが強くない、アンダーを削らないようにヘア材を調節します。で、調節した状態で、やっていきますね。はい。これでまあちょっとやっていくんですけど、これがまあトナーです。はい。で、トナーはこれはね、なんだっけな、これアディクシーですね。アディクシーの13のサファイアとエメラルドを使ってます。はい。ちょっと今ここでトナーとして入れてますね。で、今トナーのポイントがある、僕なりのポイントがあるのでちょっとそこをお伝えしようと思います。で、髪の毛今ちょっとねリフトしちゃうと嫌だったので、髪の毛1回クエン酸でプレリンスしてですね、1回髪の毛のペーハーを酸性に今変えております。で、その上に今これちょっとやってるような感じなんで、一番悲しいのは黒い毛が地毛がちょっとね変にこう明るくなっちゃうのが結構きついんで、そこはちょっと避けたいなと。で、配合としてはエメラルド多めです。で、サファイアは少なめで、ちょっと彼女クールなスタイルよりも少し赤みがあった方が似合うかなと思ったんでそうしました。で、今ちょっと色がだんだん入ってきてますね、こんな感じで。で、ここからなんですけど、まあ、僕のやり方なんでそれがいいかどうかは分からないですが、はい、トナーのやり方です。まず水をちょっと入れます。だいたい水の入れる量としては手首ぐらいですね。まあ、シャンプー台いろいろあると思うんで、だいたい手首が隠れるぐらい水を入れます。このタオルを使って乳化していくんですね。はい、このタオルを使います。で、これで
こういうふうに、全体にですね、なじましていくんですね、僕の場合は。タオルかなり使うんですけど、このタオルで、このネープの方をちょっとこう拭いていったりとか、こんな感じですかね。ネープをこういうふうに拭いていって、このタオルで全体をきれいに乳化していきます。こう揉み込んで、ちょっとこう揉み込んでいったりとかして、で手首よりちょっと多い量になってくると、あの染料がちょっと薄まってきちゃうんで、これぐらいがいいかなと思います。これを今度全体に上の方からかけていったりとかをします。で、あの実際狙ってる色、今日はあんまり暗くしたくないっていうことなので、ちょっと明るめなんで、ほぼ染料はあんまり入ってない感じになるかなと思うんですけど、まあ、これでね、こういう感じに、しっかり中に乳化をしていく感じです。大体これ約5分ぐらいやってシャンプーしていくような感じですね。こういう感じです。これね、なぜこうしてるかっていうと、手でやるよりも、タオルだとこの染料ちゃんと含んだ水が循環してくれるんで、手でやるよりも全然いいんですね。でこういうふうに、でこういうふうに手でこうタオルを使って揉んでいったりとかすることによって、より素手っていうかな、手だけでやるよりもタオルを使うことの方が非常にいいです。こういう感じですね。そうですね、はい。でこれでだんだん色が入ってきます。でここでちょっと色をねチェックしながらちょっとやっていきたいんですけど、実際乾くと色結構飛んでしまうんで、思ってるよりもちょっと濃いめぐらいの方がいいかなと思いますね。今綺麗な色は今入ってはいるんですが、ちょっともうちょい赤みが欲しいなっていう感じなんで、ちょっと赤みをここで足していきたいと思うんで、ちょっと違うカラーをここで足していくっていうような感じで調節していきますね。でちょっと赤み少ないかな、まあ、時間もそんな置いてないんですけど、今の色でも十分いいんですけど、ちょっと赤み欲しいかなと思ったんで、今フォレストンのピンクをちょっと足しそうかなと思ってます。ただこれ結構赤いんで、まあ、ちょっと様子見ながらっていう感じなんですけど、結構ねこの粉の時あんまり 色をですね、薄い色でやりすぎると時間かかっちゃうんですね。席で塗った方がいいよって話になっちゃうんで、結構ここは思い切っていった方がいいです。もしダメだったらすぐ流せばいいので、今色入って毛先に結構色も入ってきてるんで、あ結構いい感じだなっていう感じですね。これでまた全体を、ちょっと乳化して色をちょっと調節していきます。あのピンク入れましたけど、ベースに寒色が今入ってるんで、そんなにあのピンクピンクにはならない感じ。最初に入れちゃうとちょっと危険ですけど、これぐらい入っててもいいかなと。であとまたここでですね、溜まった水でちょっと乳化ですね。結構乳化がポイントなんで、この乳化をいかにきれいになるかっていうのが今日のポイントかなと思います、ね、カラーの方は。こういう感じです。はい、何回もタオルを使って水をくぐらしていって、こんな感じにやっていきます。で、あとタオルこの上の方から、ちょっとこういう風になじましていったりして、そうですね、全体に行き渡るような感じで、でこのぐらいでいいかなと思うんで、ここでシャンプーをしていきます。今日使うシャンプーはノーチというシャンプーになりまして、これ北海道で、作られたあの生シャンプーですね。製造からだいたい1ヶ月から2ヶ月の間に、皆さんの手元に届くっていうような感じです。なんで、まあ、いつ作られたシャンプーか分かんないものを使うよりは、まあ、こういうふうに生シャンプーではないですけど、こういうのを使った方が体にも優しいと思うし、これ子供から大人まで使えるベタイン系の優しいシャンプーになるので、ちょっとじゃあまあやっぱり相当ね相当切ったと思うよこのパターンは。嬉しいです厳しいね、かなり
いや、これでだいぶ良くなったんじゃないですか。嬉しいです。はい、ここは冷やすか。やっぱついたところのところをちょっとヤスリがけしないでも、ちょっとね、そこをちょっとやっていきます。確かにドライヤーあんま長かったらうるせえってなる。テレビ本当まず聞こえないと思う、朝の。わかる。ダイソンはね、すごいよ。聞こえるんだよ。あ、そうなの？そう、高いけどね。ダイソンは周波数がなんか、聞こえる音にしてるらしく聞こえます。すごい。さっきの使ってたやつ、これ5万円ぐらいです。高い高いよね。ドライヤーで5万ってちょうど高かった。買えないです。いやでもなんか手放せなくなっちゃったさ、仕事で使ってたのもめっちゃ変わったからさ、ちょっと前。ラッパみたいなやつもついてる。ラッパもついてる、うん、そうそうそう、いいよね。あれもついててびっくりした。あれついてると思わなかったな。V じゃなく今してるんだけど、もう V が最初にやった V がもう勝っちゃって申し訳ない。いやいやいや、全然それは全然僕の髪じゃないと思ったんですけど、気持ちよりいかないの。絶対いつ行ったの、何年か前。小学生とか。それから言ってないの。言ってない。マジ。すごいね、そのレベルは。やっぱそんなもんか。北海道民は。うちのスタッフがすごいって言ってた量だっていうことは相当あったってことですね。そんなに。いろんなお客さん、多分最近のお客さんの中でも上位ですね。あれの量はマジで。そんなにですか。それぐらい あったと思う。多分そんな感じしないけどね、こう見てたら相当取ったんだなっていう感じが。下の方がスカスカじゃないのがいいです。あ、いいことを言ってくれました。そう。そうなんです。うん、昔、美容室で空いてくださいって言ったら下スカスカだったんですよ。ああ、それ、もっと言って。でもなんか、本当にスカスカだったんですよ、下だけ。そう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 。そう、皆さんこれかなり空いたんですよ、実は。で、今彼女も言ってたんですけど、削ぐとこの A ライン崩れちゃって下が相当量取ったんですけど、あの3人分ぐらい取りました。でここら辺を、まあ、普通にこう取っていくとしたら、あの、まあ、レザーでもセニングでもいいんですけど、取っていくとしたら下の量減っていくじゃないですか。でここがボワってなっていくんですよね。そうすると伸びてきた時になんか A ラインじゃなくてなんか結構この辺がボワってなって下細いみたいな感じになってってるんですけど、今回はあのテイクセニングっていうのを、あのちょっと今お見せできないんですけど、テイクセニングっていう技をちょっと使いまして、でそれを、やって今の A ライン、これ崩れてないよね、ね、こういう感じに一応できましたね。はい、なんで結構やり方一つでスタイルも結構変わってくるので、ただ単にえぐるとかカットしても下の毛先の量は減っちゃうんですけど、僕のそのテイクセニングっていうのは毛先の量を減らさないで量を減らす裏技なんですよね。で結構それは
今後限定動画になっちゃうと思うんですけど、限定動画とかで発表したいと思うので皆さんお待ちください。今シザーはこういう感じで指で挟んで、ちょっと使うことでまた違った使い方ができますね。通常にこうハサミって使うと思うんですけど、通常の使い方だとやっぱり限られちゃうので、僕はまあいろんな方法でちょっとやったりしてます。またここから色が抜けて、またこうグラデーション具合、最初のブリーチじゃないけど抜いた状態って結構明るかったと思うんですけど、あれに近づいていくんでコントラストがめっちゃ出てきます、はい、それも楽しめるかなと思います。はい、今日の撮影終わりました。ハイライト入れて、ブリーチ使いたくなかったんでブリーチなしでハイライト入れて、グラデーションのハイライト入れて、その後にシャンプー台でトナーをしたような感じです。でこれから色抜けて、もうちょっと透明度になって透明感も出てくるんではないかなと思います。今回使った薬剤はリクシルです。はい、追加でちょっとコレスパも使いました。でカット、彼女は結構長かったんですけど、かなり切って3人分ぐらいの毛が落ちたぐらい すいたというか、でもすいてますけど、テイクセニングっていうのを使ったので A ラインの毛先の量は変わらないで量を取るという裏技をちょっとやったんで、今後ですね限定動画の方で配信させていただこうかなと思うんで、今日もありがとうございました。皆さん、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。